オーギュスタン・ベルクと申します。今パリに住んでおりますけれども、昔合わせて6年間仙台に住んだことがあります。遠い国から自分の気持ちを表すのが難しいので、それに代わってむしろこの写真を見ていただきたいと思います。この写真は昭和49年の正月、およそ40年前に撮られたものです。場所は新浜という村で、それこの村は仙台より南の方行きますとは阿武隈川を越えて20キロぐらい走ったら着きます村なのですが、でここに出ている3人は私とあの頃3歳と1歳だった長女と長男です。で冬なのでみんなどんぶくを着ております。でこの長女の長女が私の孫娘が去年招待されて新浜に行ったことがあります。で新浜が津波に破壊されたというのを聞いたときに泣き出して完全にしおれたそうです。あれほど我々の心に日本が生きているというわけです。日本の皆様、東北の皆様、新浜の皆様、しっかりしてください。